フリヒシャアナグマは、将棋の戦法の一つ。主に対局飛車戦において、フリヒシャ側がアナグマを指向する作戦の総称である。アイブリヒシャ戦においても用いられる。アナグマ囲いは、その原型こそ、古くからあったもののバランスが悪く駒組みに、手数がかかるとして敬遠されてきた。しかし、昭和に入り飛車が玉刀くらい取りを用いるようになると、それまで用いられてきたミノガコイではいい。 被車人からの圧力に対し玉が近すぎるという欠点があった。そこで、身の囲いより玉が深くて遠く、暗い鳥の圧力を緩和できる穴熊が注目されるようになった。昭和50年代に入ると、穴熊の特性を生かした戦術が磨かれ、対暗い鳥だけではなく幅広く用いられるようになり、大内信行。 西村和義ら穴熊等が活躍したことで、人気戦法の地位を確立した。また福崎文吾も振り飛車穴熊を得意とし、谷川工事をして、感覚を破壊されたとまで言わしめた。しかし、その流星と共に飛車側の対策も進化し、左身のからの銀冠と飛車穴熊が有力であることが分かり、いずれも飛車の勝率が高くなったので衰退した。 2012年7月現在のプロ機会では、広瀬昭人が島飛車穴熊を愛用し、振飛車穴熊の定石の発展に貢献している。なお、大内は、没後の2018年の第45回将棋大賞において、振飛車穴熊を先方として確立した功績を、称えて、増田構造賞特別賞を受賞している。一飛側は、振飛車が完全な穴熊に組み切らないうちに急戦を、 心見るのも一つの作戦である。振り飛車側としては、低く構えて裁くというのが大事な指針で、多少の駒損でも大駒を吐ければ、玉の硬さ、遠さを生かすことができるため、振り飛車穴熊の勝率が良くなる。左銀を角頭を狙われるまでは二段目に置くのがコツで、早地掛けを警戒し六五歩と角交換から裁く手を切り札にする。また飛車を袖飛車に振り直し、 イビシャの船囲いの弱点である玉頭の薄さをつくのも、場合によっては有力である。近年では急戦策はあまり特策とされておらず、加藤ひふみなどが指す程度である。渦は急戦策の一例で、こうした攻めを食らわないように島まびで、左銀を動かさず、直ちに六八飛とする指し方が推奨されている。また、玉川の端歩を付き合っている場合飛車側は、 第三図のように構えて橋攻めの速攻を食らう場合がある。振り飛車アナグマへの銀冠は中原誠、森下拓、佐藤秀次らが得意としている。玉刀の厚みと駒の連結の良さで優れた銀冠は飛車交換をするだけのような単純な攻めに強く、振り飛車アナグマの玉刀にも圧力をかけることができ、二五歩に四角と活用してフリビシャの攻撃陣を牽制できる。 振り飛車側がこれらの抑え込みを破るのは容易でなく、一飛車からの攻撃手段も豊富であるが、虚尾者が銀冠を築くために角道を止めれば65歩と、ついて66六六銀55五五歩といった攻撃陣を敷くことができ、手には困らないが、第2図のように進めていくと、後手に35から25と次々と位を取られて主導権を握られるため、第3図第4図のように4筋の位を取って、 左金を攻めに活用するなどの手段がある。一者車が角道を止める手を保留した場合にはどう手を作るかが課題であったが、第三図から袖飛車への転換夜金を繰り出す筋を残す二四角の筋に備えるために、左金は四六歩四七金と活用を、用意しに五歩からの玉頭攻めに備えて三七、金寄りを作るのが急所である。また、虚飛車は、 銀冠から穴熊に組み替えるのも有力で、振り飛車は袖飛車で対抗するなどの手段がある。組み上げて、以降は、橋攻め等を観光するのが主流で、一例として、上の図は、先手の位、飛車銀冠、いずれも指しては、羽生吉春。第一から一図は1989年の王将戦予選の途中経過で、以降の進行は8 6 9 3人9 8 後八八金六一角第二図は二千五年二月の王将戦、第四局で以降は九四歩同歩九五歩、同歩九四歩同歩九二歩同玉九五高同歩九三歩、でご手が投了している。プロ間において、拒否者アナグマは、タイブリッシャーに最も有望とされる作戦であり、タイブリッシャーグマにも同様である。平凡に指し進めては飛車有利が定説で振り、飛車側は、 工夫が求められる。この線形では島飛車か三軒飛車、中飛車かの違いが、如実に現れる。それは、島飛車では、飛車が邪魔して、左銀を六八から五七から四六と穴熊に、効率よく引きつけることができないからである。そのため左銀は、腰掛け銀の形を急いで四五銀三四銀を、見せてい飛車に四四歩、または四四銀と受けさせて、 角道を止めさせるのが急所。その後は、右島飛車模様にし、四筋に争点を求める。また、五筋から手を作るのも一つの作戦で、その場合金を四八と四九に並べるのが五筋での、と金攻めに備えた形で、広瀬明人が総案したことから、広瀬流と呼ばれる。三間飛車、中飛車では、左銀を四六に活用した後、袖飛車から攻める筋があるほか、 後手番なら六四銀四五歩から島飛車に転じ、千日手含みで指す、ヤ倉ラが有力で、ヤクラ弘し広により、体系化され渡辺明らが用いている。角交換島飛車において玉を身の囲いではなく、穴熊に囲う形は、白色レグホーンスペシャルと呼ばれ、アマチュアの将棋愛好家に人気がある。玉が固く低い陣形にして、相手の攻めから遠くする一方で、 穴熊側から攻める手段は多いので、一局の時間が短いアマチュアトーナメント戦などで有力な戦法とされている。開発者である、早稲田大学将棋部の大久保俊武氏が、先輩部員に命名された白色レグホーンというニックネームを持ち、1988年春の関東大学将棋名人戦で予選から全9局を、この戦法を用いて優勝したところから、 大久保スペシャル展示て、レグスペとの故障が広まるようになった。アナグマは、ノガコイに比べても構えが低くなることで、拒否者側からの角の打ち込みなどや位取りに対しても、攻撃が緩和されていて相手からの取っかかりを消しており、ここから、千日手模様に注意しつつ、反撃手段を待つような指し方を目指す。主な攻め方は、普通の核交換型振り飛車のように島飛車でも、 6、6歩、6、5歩、6、6、銀を目指すのではなく、8、8、日に回って、飛車側、飛車先からの反撃を目指すことが多い。角交換型で安全に穴熊に組む手順として、8、8、日を回っての4、五角や7、四歩を追いた、形からの7、五歩、同歩フ、6、角といった筋の考慮、2、7や4、7の視点ケアのため、 1> 図1から1のように1 8高1 9玉の前に38金を先に入れて潜ることがある。ただし図1から2のように穴熊側が攻める手立てがなく、時給戦となった場合で、振り飛車側陣形が、飽和状態になってきたら、図のご手陣のような陣形からの4三角打ちが、防ぎにくい。こうなると、穴熊側からの攻めや反撃があまり効いてこない。また、 ご機嫌中、飛車において、飛車が穴熊を目指した場合は、愛穴熊にするのが主流で、袖飛車を含みに駒組みを進める。愛ぶり飛車においては従来は、金無双が主流であったが、美の囲いや矢倉囲いの登場による囲いの多様化の一環として現れた。金無双から端に速攻を受けた場合は弱いが、グラなどに対しては、持ち前の硬さを生かして、存分に暴れることができるのが特徴。 都編誠はアイブリ三軒飛車から穴熊に囲い、相手の攻撃陣を攻める B 面攻撃を得意としている。ありがとうございます。